こちらは東名ハイウェイテレフォンです。ハイウェイテレフォンは2022年3月31日でサービスを終了いたします。道路情報はアイハイウェイなどのウェブサイトをご活用ください。午前6時45分現在の東名高速、新東名高速、圏央道の道路情報をお知らせします。はじめに下り線の情報です。東名高速では横浜町田インターと綾瀬スマートインターの間の大和バス停付近を先頭に3キロ渋滞通過に5分ほどかかっています。続いて上り線の情報です。東名高速では遠州豊田スマートインターの出口で工事を行っており、スマートインター出口は閉鎖されています。また東京インターを先頭に7キロ渋滞通過に25分、横浜町田インターと横浜青葉インターの間の東北パーキングエリア付近を先頭に4キロ渋滞通過に5分ほどかかっています。次に首都高速3号線では、首都高速3号線上り大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋付近まで2キロ渋滞通過に5分ほどかかっています。なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、帰省や旅行など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底していただきますようお願いいたします。午後6時45分現在の関越道の道路情報をお知らせします。冬用タイヤ装着の情報です。雪のため関越道は上下線とも長岡ジャンクションから関越道福代野インターまでの区間で冬用タイヤなどの滑り止めがなければ通ることができません。次の渋滞の情報です。東京方面へ向かう練馬インターを先頭に1キロほど、所沢インター出口を先頭に1キロほど、新潟方面へ向かう所沢インター出口を先頭に1キロほど、それぞれ渋滞しています。次の速度規制の情報です。雪のため、長岡ジャンクションから小型インターまでの区間の上下線で、最高速度が50キロに制限されています。ハイウェイテレフォンは、2022年3月31日でサービスを終了いたします。道路交通情報は、ドラトラなど、ウェブサイトから入手できますので、ご活用ください。安全運転でお出かけください。